京都へおいだすのミスター京都。本日はそこら中にある毎度おー気にしようぞ、そちらの八幡店にやってきた八幡食堂です。意味わからんけど、もういろいろ食べるとこないかなと思って探しましたら、こちらね、ご飯屋毎度大きい食堂の八幡食堂が現れたんで、ここでいっぱい飲んで飯を食らっていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。来ました、ご飯屋毎度大きい八幡食堂です。ここはね、結構ね、1号線にもね、いろんな店舗があるんですけども、実に来るのは、初めてですね。はい、京都で来るのは初めてです。一回こちらでね、今日は好きなもんを選んで、いっぱい飲んでいこうと思います。ドライブスルーもあんねんな、これ。よっしゃ、行ってみよう。こういう和食で飲むっていうのもいいからね、たまにはね。うまそうな。あ、卵焼きお願いします。はい、どうしますか。プレーン。ということで、今日はね、目の前で焼いてもらう、卵焼きと鶏の照り焼き、ほんでこれね、鮭ご飯です。鮭ご飯、セットでついてくる味噌汁、これいきました。このビールとね、ビール、これを食らっていきます。ほんで漬物、この漬けもうまいねな、これ。俺大好物ですわ、これ。このタクは、唐辛子のタクは、これだけでビール飲めるよ。よし、まずはじめにビール、晩に定食とビールですよ。よし、じゃあいただきますわ。やっぱりね、日本人はね、こういう食堂がね、一番落ち着くんですよ。でもね、こういう食堂はね、ピチピって取り過ぎるとね、結構高くつくんでね、考えて取らんとダメです。これだけでも、ビール入れてあげると1000円超えてますからね。家庭の味ですよ、家庭の味。やっぱりね、一人暮らしとかの人にね、こういう食堂がいいと思うよ。しかし八幡ってね、あんまりね、食べるところないね。ラーメン屋とか多いんやけど、ほんま食べるとこない。目の前でね、焼いてるところを撮らせていただきましたけど、一応ね、店内は撮影禁止みたいなんで、簡単で申し訳なかったんですけども、食べるとこは OK ですよ。このままで一回食べてみようか。ふわふわだし巻き、しっかりね、味付いてます。これしゃべご飯、
菜は味噌汁のわかめです。ご飯ね、うまいよこれ。なかなかね、だしの味が効いてね、おいしいです。で、鮭の塩分と。ここはね、あの目の前で焼いてもらう卵焼き、これがね、なんかいろんな種類を選べるんですよ。今日は僕は何にも入れへんプレーンで、味噌汁はこれ具沢山ですけども、あのわかめとネギは入れ放題なんですよ。それがありがたいですよ。これチゲ、これうまいですよ。これもうまんまい、照り焼きで。何度でもご飯進むわ。初めて見たな、これ生しぼり。この鶏の照り焼きはね、ビールも進むし、飯も進むし、罪のやつですよ。ほんま罪のやつですよ、鶏の照り焼き。ということで、今日は何の変哲もない、定食動画でしたけども、ここはね、ほんまに自分の好きなものを好きなだけ選びますんで、そこら中にね、何々食堂といって、店舗ありますんで、皆さんよかったら食べるものに困りましたら来ていただいたらいかがでしょうか。めちゃくちゃ美味しかったです。そうでしょう。はい、ということで晩酌ちょい飲み、美味しかったです。お腹いっぱいですわ。ごちそうさまでした。デブの極みビールライス。はい、ということでごちそうさまでした。一遍撮りたかったですね、この前で大国食堂。もうあのザ・メシアとか昔はよう行ってたんですけど、ザ・メシアよりここの方がね、最近増えてるんで、どんな内容があるかなと言って楽しみにしたんですけども、この卵焼きもうまかったし、あれが名物なんかな、なんか入り口でね、焼いてました卵焼き。あの鮭ご飯もね、結構味が濃いめでむちゃくちゃうまかった。ビールも鮭が入ってるんで進みました。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。平凡な食堂でしたけども、八幡にありますのでよかったらお越しください。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。